やっほー、えでーす。やっほー、ビグネー。今はもう夜中の11時でございます。はい、いただきます。いただきます。あっか、うまい。これはうまいわ。うまい。この前の動画でもゴミだけ食べたんだよ。このサイズ一人で食べたんだよ、すごくね。うん、すごい。何かにしてはやるね。どこ？髪にいっぱい。なんで？なんで？うん、なんで？やんで？やだ。やだ。やだよ、こっちだって。実は箸で食べるやついるみたいなね。でも落ちるからね。うん。これ夜中のピザ最高すぎるね。うん。食べてくんね。卵？食べれないよ。パン生地が美味しいのよ。うまいね。うん。このギリギリまである感じがいい。わかる。卵アレルギーって普通にやばくね。うん、よく言うよ。卵アレルギーじゃないね。生卵アレルギー。温泉卵じゃないってこと。うん。やば。食べてみたい気持ちあるよ。なんで、うん、でもうちらさ、アレルギー多い方だよね。私もめちゃめちゃアレルギーある。特に花粉が一番やばい。花粉年によって違うかも。え、でもそれはわかる。私、季節の花粉全部あるの。で、一番強いのが秋なの。だから今一番やばい。20年間これで生きてきてるから。うん。さまざまあったわけ。トリップ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 みたいなのはトリップトリップなんていうの、引っかかるようなこと、うん、学校でさ、たらこパスタだったらたらこ食べなかったと思うんですね。今食べれるんだけど、たらこ食べたらこパスタだった時にさ、うん、もう何にも言ってなくて、そういう日はお母さんがお弁当作ってくれて、うん、学校に給食いらないっていう、うん、その分お金返ってくるから、うん、そうなんだ。小学校の時にやってそしたら言うの忘れてて、その日、うん、そしたらしょうがないからって言って、私味なしの茹でた麺だけど、うん、やばっ、かわいそうすぎない？かわいそう。なのにこんな大きくなったのどういう方程式、どういう方程式が、おかしいな。未だに解明されてません、うん、誰もわからない。なぜなら私がただデブであるから食べれるものが多い。でもさ、たまに言ったよね、給食でさ、あのアレルギーだから違うバージョンの。なるほど、そうそうそう。お弁当の人はいなかったわ。なんとかくんみたいな感じで全部書いてあった。あ、そう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 、あれ羨ましいと思ってた。おかわりとかできないしね。だから食べれるものだったけバカみたいなもんだし、炊き込みご飯とかめっちゃ好きだったから。あ、方程式ができました。え、なに、待って、それだけは言わないでほしいかもしれない。まだ解明 せずに送ってくるやん私もめっちゃおかわりしてた。もう私中学の時から公園数学だから、男の前とかでぶりことかもしないわけよ。ね、普通のクラスだったら、男の子いるからおかわりできないから言ってたんだけど、もうそんなの関係なしに、男の中に、はいはいはい、じゃんけんって言って、じゃんけんしてみたいな。それは強い。自分ちょっと、小学校の時からちょっとなんていうの、恥ずかしいっていう人だったのよ。へぇ、意外に。意外に。何だろう、堂々と、おおかわり、おにぎり食いてとかいう感じなかったの。配線係になっちゃう時あるのね、うん、配線の時にちょっと自分だけ多くしてたそれだけちょっとだけ多くすんだよね。で、うまーく自分のとこに回るようにちょっとだけ多くしてた、小学校の時から。中学校もそう。うまいね、これうまいね、うん、この時期ピザって結構頼むじゃん、クリスマスも近くて。みんなこれ食った方がいいよ。いや、思ったことがあって、うちは絶対関西弁だったらもっと面白いよね。私結構京都の真似するけど、うん、なんとかしたい、ほんまにおっ、アンミカ、アンミカ、うん、アンミカね、マリアマレイさんの人が関西弁が良かった。でも関西住みたかった。私もだから関西だったら多分ね、うん、人見知りとかも多分なかった気がする、うん、そんなことないか。早く食べていいよ。いい、いい、うん、早く食べないよっていう時は大体お腹いっぱいだから察して。でもそのなんか動画的に私が食べてないことにしたいからさ、早く食べてくれるそこだけ、ね、ここカットしててね。私が食べたことじゃなくて、早ちゃんが食べたことに。わかった、まあね、でもあんたデブだよ。えあんたデブじゃん。え日本じゃじゃじゃ日本日本早くソファー来てほしい。ソファー来たらもう完璧、私の家完成って感じ、うん。今日はビグモンがビグモンと一緒にベッドを組み立てました。それのお礼でピザをおごりました、うん、ありがとうございます。超大変だったね。超大変だった。ほぼ休まずにやってたのに3時間かかったね。ほんと3時間だよね。でもそんな経ってると思わなかった。なんかうちら喋りながらやってたからだと思うけど、うん、確かに笑ってたしね。何かにめっちゃ笑ってたけどね、うん、何だっけ、ネジのとこだよなんかピグモンが、うん、ピグモンが疲れすぎて手が震えてるの。なんかこれこうなっちゃってて、集中するとさ手ってブレちゃうじゃん、わかる。え、集中するとみんな手震えない？それって私がなんか
高血圧だよ。え、そういうこと？うん、やばいかも。あ、電池あった、ここに。ねえ。あとダイニングテーブルを家から運んできて、ソファー来て、キッチンあそこ来れば、もう完成。だから、ルームツアーできるのは12月ぐらい。疲れたなぁ。なんか、あんまりこう、っていう感じじゃないけど、体が重い。体が重い。うん、なんか、それね、あ、今コメント欄で体が重いってもともとそう思った人とかいて、ね、常に抹殺しますよ。じゃあ、お昼の2時、3時ぐらいに来たんだよね。2時。2時か、2時に来て、この人二日酔いで来て、そう、朝の9時ぐらいに帰ってきてるから自分、うん、まだ眠いよ、さすがに。間違いない。9時から寝て12時半に起こされたわけね。だから3時間半しか寝てなかったの今日、うん、で、あやんちに行って、で、まあいつ届くかわかんないからさ、いつでも言いなきゃいけないじゃん、だから行くのわかるけど、行った後、ずっとこいつネットフリックス見てるから、うん、私爆睡ここで。そう、今日やっとイテモンクラスを見終わった。最高でした。終わり方パクソ、パク、パクセロイ、パクセロイ、ちょっと嫌いだなと思ってたけど、いいやつでした。めちゃめちゃかっこいいよね。あの肌が綺麗すぎて、あの AI かと思った。AI、マジでかっこいい。かっこいいよね。ほんとかっこいい、大好き。なんかここの前髪がすごい私の理想像だから。え、でも、うん、なんか最初あのパクセロイのあの髪型が嫌いで、うん、もう似合うかどうかってずっと迷ってたんだけど、いざ見るじゃん、やっぱかっこいいんだよね、どんな髪型しても。なんか真面目ながらいいんじゃない、たぶん。あのキャラはね、うん、うん、もうほんとかっこよかった、最後のあのさ、チュッチュッチュッチュしてさ、気持ちが好きな気持ちが伝わらないとか言ってさ、チュッチュッチュッチュをさ、3回くらいしてさ、伝わったっていうの、やめ3回でも伝わらないから、もっとやってって思うよね。ね、ね、普通にあの、ベッドセイマってあの、下いいまでしてもらって、下もインしてもらって、ノッポーティショップ、ボンボンボン。はい、水とかいらないの欲しいよね。これ飲んでみる、うん、これ私がいつも飲んでるコントレックス。何がまずいの？わかんない、みんなまずいって言ってる。まずい、わかんない、わかんない、水に味ないと思う。そうそう、あれ、そうなのよ、そうなのよ、だからあやもわかんない。おいしいね、普通に飲めるっしょ。普通に飲める。安いのこれは。業務スーパーとかコストコで買えば 1.5 リットルの12本入りで1000円とか800円とか。安くね、安いか、めちゃめちゃ安いよ。でも自分天然水好きだから、天然水のおい、これでご飯炊いたら美味しくなさそうって思う子も。飲むのはいいけど、そうだな、あのね、これ飲んでから天然水とか飲むとめっちゃ甘く感じる。そうなん、他の水がめちゃめちゃ甘い。じゃあ終わるか。はいはい、ということでこんな感じでピザを食べてるだけでした。すいません、あのすいません、いつものうちらのあの会話みたいな、ね、本当に。まあでもそれがまた好印象になるかもしれない。そうですね、あやちゃんってこんなに女の子だったんだとか、なんか、え、あやちゃんと付き合いたいかもって思った人は、ぜひ概要欄に Google フォームで応募してください。はい、それでは終わります。